私は人形が好きなのですが、その人形で一度だけ怖い思いをしたことがあります。これはその時の話です。幼少の頃から私は一人で過ごす時間がほとんどでした。母は私が物心ついた時にはすでにシングルマザー、看護師で不定期な勤務をしていたので、すれ違いの生活です。たまに隣町からおばあちゃんが来てくれましたが、足が悪いので月に1回ぐらいしか顔を合わせてくれませんでした。さらには私自身が内気なので、人見知りな性格でしたから友達もいません。遊び相手といえば所有している人形たちしかなかったのです。それでも悲しいと感じることはさほどありませんでした。それほどに私は人形との遊びに没頭し、熱中していたのだと今では思います。人形の遊びとは主にままごとでした。さまざまなタイプの人形がいましたが、それぞれにちゃんと役割があります。家や学校等も準備し、動かすのはすべて私でも、そこに描かれる人間模様は自画自賛ですが飽きないものでした。自分だけの世界が確かに存在していて、私はそれに酔いしれていたのです。ある日のことです。朝起きると母はまだ寝ていましたが、作り置きの食事がテーブルに置いておりました。温め直してテレビを見ながら食べ終えると、通学の時間になりました。一応出かける前には母へ声をかけますが、母は起きたり起きなかったりです。いつもの通学路を歩いていると、ゴミ捨て場にいつもより多くのものが置いてありました。粗大ゴミの回収日だったと思います。あ、その中に首だけの人形が転がって見えました。体は完全に壊れてしまったのかもしれません。人形の頭は3センチぐらいの大きさでしょうか。目が合った瞬間気になりましたが、これから学校なので持っていくわけにはいきません。学校が終わって帰り道、まだ粗大ゴミが置いてありました。人形の首もそのままあって、それを見た私は迷わず拾って持ち帰り、我が家の一員に加えたのでした。人形の額には少し傷がありましたが、そんなものは気にするどころか、その子のオリジナルの特徴で良いものです。首しかないのでそのままの姿で遊んでいましたが、突然仲間が増えたことで転校生が来たかのような興奮で、ままごともいつも以上に熱が入ります。途中トイレへ行って戻ると、どこから入ったのか部屋に見知らぬ女の子がいて、私は固まりました。私も遊んでいい？私と同じぐらいの年齢でしょうか。長い髪をしていて、見たこともない人です。普段ならばありえない状況なのですが、その頃私たちの領域ではそれが普通でした。おばあちゃんも勝手に家へ入ってきましたし、近所の方もよく出入りしていました。私もたまによその家にご飯を食べに行ったりと、まあそういう時代だったのだと思います。断ることもできませんから、仕方なく私はその子とは人形遊びを始めました。ところがこれが思った以上に楽しくて、気づいた時には空も真っ暗になっていました。お腹すいたね、何か食べる？私がそう聞くと、女の子はうなずきます。そこで私は台所へ向かい、冷蔵庫から適当に食料を持って戻ると、女の子はいなくなっていました。あれと思いましたが、まあ勝手に入ったぐらいだから勝手に帰ったのかと思い、あまり気にしなかったのです。それよりも楽しくて興奮した私は夜もなかなか寝つけないぐらいでした。それからというもの、その女の子はちょくちょく家に来て一緒に遊ぶようになりました。女の子 A かっこ仮名はどういう名前だったか、どこに住んでいるのか全く言わず、突然現れては消える女の子ですが、
そんなことが気にならないぐらいに遊ぶのが楽しかった記憶が強くあります。なんだか最近明るくなったね。母やおばあちゃんからは A と遊ぶようになってからよく言われるようになりました。私自身友達ができたので自信がついたのかもしれません。この頃から自然と友達も増えてくるようになった。 A と遊ぶことが日課になりつつある頃、お腹空いたね。私がそう言うと A はじゃあこれ食べる？と言って大福を2個出しました。2個あるから2人で食べよう。え、ありがとう。空腹に甘いものは嬉しく、私はあっという間に食べ終えてしまいました。その様子をニコニコ見ながら見ていた A は食べようとしません。美味しかった？私のも食べていいよ。え、いいの？いいよ、私お腹空いてないから。悪いなと思いつつも私は好意に甘えていただくことにしました。パクッと口に入れた瞬間、異変に気づきます。大福なのに甘いどころかに苦い。反射的に吐き出そうとすると A がパッと動いて私の口を手で塞ぎました。友達なら食べてくれるよね。払いのけようとしても A の力は恐ろしく強くてびくともしません。大福とこみ上げてきた嘔吐物でついに息もできなくなってしまいました。 A はそんな私を見ながらニヤニヤし、私は気が遠のいていくのを感じました。気がつくと私はベッドの上で横になっていました。もう何やってるのよ。そう言ってベッドの隣に座っていた母が私を抱きしめます。私は何が起きたか分かりませんでした。聞いた話によると母が帰宅すると私は部屋で倒れていたそうです。唇と顔の色から瞬時に窒息だと判断した母はその場で応急処置。口に入ったものを吐き出させ呼吸を確保した後救急車を呼んだのだとか。医者からはもう数分遅かったら取り返しのつかない事態になっていたかもしれないと注意されました。母からももうバカなことはしないでと怒られましたが、私はいまいち理解ができませんでした。あんた人形の首が喉に詰まって窒息していたんだからね。私は A にもらった大福が喉に詰まって窒息していたのではと思っていました。一体何が起こったのでしょう。母と家に帰ると私の喉に詰まっていたというあの日拾った首だけの人形が家中どこを探しても見つかりません。すると母が言いました。あの人形の首見たことがあるんだよね。え？額にも傷があったし、あれ母さんが子供の頃に遊んでた人形とそっくりですさ。あんた最近仲良くしていた子、名前なんて言うんだっけ？ええか。お母さんがその人形につけていた名前も A なんだよね。え？どういうこと？私の喉に詰まった人形が何だったのか、結果的には分からずじまいです。幼い頃、私は溺れて死にかけた経験があります。もうだいぶ昔の記憶ですが、今でも鮮明に覚えており、それだけショックも大きかったのだと思います。私の家族はよくキャンプに行って、場所は決まってとある川の近くでした。車で3時間ほどと距離はとても遠いですが、水がとても綺麗で山も近く景色が抜群なんです。家族4人で到着するとまずテントを張り、父と母は食事の準備を進めます。私と兄は川で遊ぶことにしました。まだその時5歳ぐらいだった私は浮き輪を装備し、兄も勝手に一人で遊んで遠くにいます。私も少し遠くまで移動してみます。川は
深いところもあったのですが、流れも緩やかで危険はないと思っていました。一人で泳いでいると足に違和感を感じました。私の足に何かが触っている感じがしたのです。感覚的にワカメのような海藻みたいで、足も動かしてもそれはへばりついて離れません。気にせず遊ぼうかとも思ったのですが、気持ち悪さが勝り、一度川から上がろうと陸へ向かいます。すると足がだんだん重くなっていくのを感じました。私は足についたものを取り除こうと試みるのですが、足が上げられず手が届きません。泳いでも全く進めず、焦りと不安がこみ上げてきました。ここで私は家族へ助けを求めることにしました。お兄ちゃん助けて、かなり大きな声で叫びます。ところが近くで遊ぶ兄は私の方へ来るどころか見向きもしません。陸にいる父も母も無反応です。周囲は静かですから私の声が聞こえないはずはない。次の瞬間、足がぐいっと引っ張られて私は川の中に入ってしまいました。その時私は足についているものが見えました。それは体がドロドロに溶けている人のように見えました。人だと認識できたのは、足を掴んでいる部分が人間の手に見えたからです。その後記憶は全くなく、家族から聞いたのは、私は溺れていて救急車で病院へ運ばれたと、そういう事実だけです。集中治療室に入って3日間、意識が全くなかったそうで、家族には心配をかけました。なぜ溺れたのか、両親と兄はここの話を伝えたのですが、全く信じてもらえません。それからはキャンプに行っても川で遊ぶことはしません。今でも溺れた人の話を聞くと、あのドロドロになった何かがこう自分の記憶から姿を現し、ゾッとしてしまいます。夕方、私が仕事から帰ってきた時でした。車から降りると、どこからか来た小学校低学年ぐらいの子供が私の家の敷地を勝手に入っていました。子供はそのまま私の家を横切り、裏へ回ろうとします。何をしているんだろう。子供とはいえ、勝手に人の敷地に入るのはダメだから注意しなければ、そう思って追いかけます。ところが家の角を曲がって覗き込んだ瞬間、誰もいません。私の家周辺はフェンスで囲まれています。乗り越えて隣の家へ行ったのかと思いましたが、これを登っていくのは大人でも容易ではありません。ましてや子供がそんなことをすぐその場からして立ち去れるものでしょうか。一応その後も家の周囲を探してみましたが、野良猫一匹すらいません。夜になって帰宅した夫にこの話をしてみました。ああ、監視カメラを確認してみよう。私の家には以前ちょっとしたトラブルがあってから監視カメラを設置してあります。今日の夕方、私が帰宅した時、その時の映像を見てみました。私が駐車をして車を降ります。すると私は突然家の横を覗き始め、そちらへと入っていきました。私が見たはずの子供の姿はありません。私は言葉にならず、頭の中はパニック状態です。子供映ってないね、見間違いじゃないの。夫は気軽にそう言いますが、見間違いであんなにはっきりと人の姿を見るものでしょうか。子供は笑顔で、とても
楽しそうにしていたんです。私はあれは座敷わらしで悪いものではないと自分に聞かせて、あまり考えないようにしています。これは私が中学生の時の話です。部活を終えた私は仲のいい友人と二人で下校していました。仮に私の名前を A、 友人を B と呼ばせていただきます。私たちの地元には長くて急な坂がありまして、下り切ったところで道が二手に分かれます。 B とはそこで帰路が分かれるので、少し立ち話をしてから帰るのが日課でした。その場所は交通事故があったらしく、道路脇に常にお花が添えられています。どれぐらい話していたでしょうか。すっかり夢中になって、周りを夕焼けよりも薄暗さが強くなってきています。そろそろ帰ろうかと思い、 B へ「じゃあね」と言い出そうとしたその時でした。 B が視線を私の背後に合わせたまま固まっています。え、何？私が振り返っても何も言いません。ねえ、どうしたの？私の声に B ははっと我に返り答えます。ねえ、これから神社行かない？ちょっとお参りしてこうよ。周りはもう暗くなろうとしている矢先に神社でお参り。あまりに突然の申し出に全く乗り気がしません。え、なんで今？行かないよ。いいから行こうね。強引に腕を引っ張られながら私は B と神社へ向かいました。地元にはそこそこ大きな神社があり、祭りも定期的に開かれているため馴染みがあります。参拝してせっかくだからお守りも買おうよという B の勧めで不要な買い物をした。私は人生で初めて自分にお守りを買いました。ねえ、私たちはこれからあの坂道を通るのを禁止にしよう。お願い、約束して。神社から出る気は？ B は私へ言ってきました。え、なんで？何があったの？そう聞くと B はさっきの坂道の分かれ道で A の後ろに突然男の子が現れて、そして B はガタガタと震え出します。え、ちょっと大丈夫？普通ではない様子だったので、私は B に付き添って家まで送りました。 B の母親も心配していましたが、私は正直何が何だかさっぱり分かりません。夕食の時、私は母親へ坂道の下の分かれ道について尋ねてみた。坂道の下に花置いてあったっけ？お母さん分からないわ。お父さんなら何か知っているかもね。ずっとここに住んでいるから。父はいつも仕事で不在で、顔を見るのも週に1回ぐらいなので、しばらくは聞けそうにありません。B の方から男の子の幽霊を見たというだけで、それ以上の話は聞けませんでした。B は相当なショックを受けたようで、絶対にあそこへ近づかないで、お守りも持ってって、と私へ念を押してきます。私は、話を半分で適当に相槌を打ってやり過ごすしかありません。坂道を通らない生活をしてしばらく経ちました。仲良しの B と約束をしたので律儀に守っていましたが、あそこを通らないと学校が少し遠回りになるので、私的には億劫でしかありませんでした。そんな時、私は学校へ大事な忘れ物をしてしまったのです。時間は夕方。急いで行けばまだ日が沈む前に帰ってこれそうです。
私はあの坂道を通ることにしました。周囲には誰もいない久しぶりの坂道。思い込みだとは思うのですが、不気味な雰囲気があります。それでも進まないわけにはいきませんので、私は坂道を登り始めました。途中、なんとなく後ろを振り返ってみます。坂道の分かれ道、花が置いてあるところに男が立っていました。男は道路へ立ちすくみ、足元にある花を見ているようです。すると次の瞬間、男はそのまま後ろ向きに立ち出し、こちらへと向かってくるではありませんか。ぎょっとした私は前へ向き直り走り出しました。ですが坂道は走っても走ってもなかなか進まず、すぐに息も切れます。振り返ってみると、男が先ほど私が目を離したと思われる瞬間のポーズで静止している。歩いていると途中でまるでビデオを一時停止したかのような状態なんです。え？と思って私が見ると、男はまた歩き出しこちらへ向かってきます。そして二度見てやっと気づいたんですが、男は後ろ向きで歩いていたのではありません。首だけが体の真後ろに向いていたのです。その姿に気づいた私は、体中の毛穴が開くような感覚に襲われました。そして脳裏に友人が見たという男が浮かびます。早く学校へ寄って帰らねば。必死に坂道を登りきり、恐る恐る振り返ってみると、また歩く途中で一時停止をした男が動き出しました。そこからはあまり記憶がないのですが、私は学校の忘れ物を抱えて坂道を通らないルートで無我夢中で帰りました。夜、父と久しぶりに顔を合わせたので坂道について聞いてみると、ああ、あれな、俺が子供の頃俺の母親 A のおばあちゃんだったな。おばあちゃんたちの間で急に花が置かれるようになったんだと噂が流れたんだ。別に事故とか誰が死んだとかはないんだよ。でも誰か知らないんだけど花を添えてるんだよな。気持ち悪いよな。次の日、 B に私の恐怖体験を話してみました。すると、お守り見せてというのでカバンから取り出すと、なぜかお守りが茶色く変色しているではありませんか。多分男見ちゃったからだと思う。そう言ってカバンからお守りを取り出すと、同じく色が変わっています。中身を見てみると、入っていたものが黒くなっていました。私たちはその後何事もなく生活していますが、あの坂周辺には絶対近づかないように心がけています。B とはまた男を見て、もし追いつかれてしまったらきっと私たち終わりだね、なんて話していますが、ちなみに母親へ確認してもらったんですが、別れ道には花はもう枯れなくなっているそうです。私は物心ついた頃から幽霊が見えていました。幽霊ってそこら中に普通にいるんですよね。意識していないと生きている人間と区別がつかないほどです。唯一違う点は周囲と関わりがないところです。会話などは到底できず、物理的に干渉することもありません。言うなれば、人の形をした空気がそこにあるなぁといった感じでしょうか。そんなんですから、見えているとはいえ、私も支障なく過ごすことができていました。私が通っていた中学校では昔、教室の窓から生徒が落下して亡くなったという事故があったそうです。
真偽のほどは分かりませんが、そういった噂のある場所には幽霊がいる確率が高い。小学校にも居慣れていましたから、まあ何事もなくやり過ごせるだろうなと思っていました。私が初めて教室に入るとやはりいました。やっぱりいるなと思いながら、その幽霊を何気なく見ていた時でした。その幽霊の顔がぐるっ、急にこっちを向き目が合います。私のことを見ている。今までそんな経験ありませんでしたから、私はびっくりして心臓が痛いぐらいに脈打ちます。さらに恐ろしいことに、じりじりと私の方へ歩いてくるではありませんか。どうしようどうしよう。予測不能な事態にパニックとなった私はその場へへたり込んでしまい、周囲の方の助けで保健室へ逃げてそのまま早退しました。すると帰宅途中、ふと後ろを振り返りました。するとなんと、その幽霊が私の後ろを二つ目の電信柱のそばに立っていたのです。ついてきている。走って息も絶え絶え帰宅した私を見て、母はどうしたのと声をかけます。ですが、幽霊がついてきているからなってどう説明すればよいのでしょう。私には幽霊が見えるなんて誰にも話したことがありません。今まで無害だと思っていた幽霊が取り付くなんて、こんな時どうすればよいのか分かるはずもありません。幸いにも家の中で幽霊と遭遇することはありませんでしたが、ろくに眠ることもできぬまま朝を迎えていました。部屋を出て下へ降りると、母が朝食を作っています。おはようと声をかけると、母は私を見るなりこう言いました。あなた誰？え？と思ったのですが、次の瞬間には、ああ、ええか、おはようと言い、普段通りの母です。もしかして母も見えている。ですが、朝は話をする余裕もなくバタバタ準備をして学校へ向かいます。学校では例の幽霊が私の視界へ入ってきます。幸いにも私を見るだけで他にはないのですが、それだけでもストレスがたまるものです。私は見えないふりを続けます。学校が終わり、ヘトヘトになって玄関を開けると、そこには母が立っていました。そして口を開けて一番に、あんた誰？とまた言うのです。誰って私だよ、ただいま。すると母は、知ってる、おかえりと返します。もしやと思った私は、食後に母へ相談してみることにしました。お母さん、ひょっとして見えてる？しかし母は、え？何？何の話？と言った調子で話が通じません。しかし何かピンときた私は、これは使えるのかもしれないと感じたのです。翌日から私につきまとう幽霊と目が合ったたびに、あなたは誰？とつぶやいたり思ったりようにしました。最初は視界に出るのも怖かった幽霊ですが、不思議とこの行為を繰り返すと恐怖も薄れてきます。そしてある日、いつものように登校して幽霊と会った時、異変が起きました。幽霊は私の方を見なくなったのです。あの教室から移動もしなくなったようで、他の幽霊のように私が近くに来ても知らんぶり、いつもの平和な日常を取り戻しました。私が大人になる現在まで、何人かの幽霊が私を認識してきました。
その度にこの手法で幽霊に私へ関心をなくさせることができています。幽霊について母と話すことは今のところはありません。ですが多分母も見えているのだろうと思います。暗に私へ幽霊への対処法を教えてくれたのだろうと私は思っています。これは僕が小学2年生の時の夏休みも終わりに近づいた頃の話です。僕は父と2人で海へ出かけました。とは言っても海水浴で行ったわけではなく、仕事でついでに暇を持て余した僕がついて行っただけです。用事を済ませ帰り道の途中、カーナビを見ていた父が言いました。この先におすすめのスポットがあるらしいぞ。父はカーナビでいろいろな場所を探すのが好きで、よく情報を調べていました。今回も何やら下調べをしていたようで、僕たちは車を降りてその場所へ向かいます。到着するとそこは山間の小高い丘になっていて、展望台のような場所にベンチがいくつかありました。今そこでデートスポットになりそうだなと思いますが、当時の僕はまだ小学生です。何もないなぁと心では思いつつ、景色はよく見えますし、とても静かで落ち着いた雰囲気がありました。ベンチに座って一休みしていると不意に父が言いました。なあ、あそこにあるのって何だと思う？父は少し離れたところを指さして言いました。確かに何があるのかは見えましたが、ここからの距離では遠すぎてはっきりと分かりません。気になっているし、ちょっと行ってみるか。父はそう言って立ち上がり歩き出します。僕もその後に続きました。しばらくすると何か洞窟のようなものが視界に入りました。イメージ的には防空壕に近いかもしれません。入り口の扉がありませんでしたが、暗くて中の様子は分かりません。横には立ち入り禁止という看板が立てられていて、ロープが張られています。しかしそれを無視して父は中へ足を踏み入れようとしています。次の瞬間でした。突然強い風が吹いて、中から何かが飛び出してきました。うわっ、驚いた父が声を上げます。飛び出してきたものは全部で3つありました。ちょうど人間の頭の大きさぐらいの球体で、色は真っ黒、表面はつるっとした感じで、それらは全て同じ方向にきれいに転がっていきました。なんだあれ、父がつぶやきます。追いかけてみる？僕がそう聞くと、父はいや、嫌な予感がするから帰ろうと言ったので帰ることにしました。ところが帰り道にその黒い塊が3つ転がっていたのです。僕たちは息を殺して立ち止まり、僕は思わず父の服をつかみました。父は何も言わず黙ったままです。すると三つの塊はゆっくりと動き始めました。それはまるで空中に浮かんでいるようにも見え、どんどん小さくなっていきます。一分も経たないうちに、もう肉眼ではほとんど見えないほどになっていました。ほっとする間もなく、今度は地面から三本の長い棒のようなものが生えているのに気づきます。
目を凝らしてみると、それはどうしても人の手の形をしていました。そしてそれが急に伸び始めたのです。伸びたかと思ったら、続いて腕が、肩が、頭が、ついに全身が現れました。そこには裸の女性が3人立っていました。見た感じは若そうでしたが、こちらを見て微笑んでいます。不思議なことに、僕はさっきまで感じていた恐怖をすっかり忘れていました。むしろ安心しているような落ち着く気持ちになっていたのです。女性はこちらへとそのまま歩みを進めていきます。目の前に来たタイミングで口を開きました。あなたは誰なんですか?すると女性は笑いながら、私はこの世のものではありませんと言って消えてしまったそうです。今になって思えば夢だったのではないかと疑ってしまいます。ですがあの時の女性の姿が頭から離れず今日に至ります。関係のないことかもしれませんが、父はその後失踪し、行方不明となりました。僕は覚えうる記憶の中からあの場所を探そうとしているのですが、どうしても見つけることができず、たどり着けません。私が20代前半の頃、友人が引っ越したというので、お祝いを持って行ったその時の話です。友人は中古住宅を賃貸したらしく、パッと見た正直な印象では古い家だなでした。今は子供も小さいけれど、きっと狭くなるわね。その時までには自分の家が欲しいわ。そういう友人は気のせいか、やつれて見えて元気がありませんでした。ふと窓の外を見ると墓地が見えます。外の眺めがこれではあんまり良い気持ちはせず、友人もそこはかなり躊躇したようです。でもその代わりに家賃は安かったから。友人は笑っていましたが、私はどうも気になりました。さらに気になるのが騒音でした。閑静な住宅街だと思いきや、ざわざわとずっと声が聞こえます。季節は夏。きっとご近所さんが皆家の窓を開けているんだろうと思いました。それにしてもかなり騒がしく、私は友人へ、なんかうるさくない?と尋ねてみました。え?特にうるさくないよ。暑いけど。不思議そうな友人の回答に、私は違和感を覚えました。こんなにも声が聞こえるのに、それも数人ではなく、お祭りのような騒がしさです。声がする方を探してみると、お墓があります。私は友達の手前、平気な顔をしていましたが、内心は穏やかではありませんでした。まさか、考えが浮かんでは消えます。実際に人が集まっているのかもしれないと、都合の良い解釈をしようにも、それが違う事実は明らかにあります。お盆にはまだ早いですし、そんなに大勢が集まるわけもないのです。若い男女や老人、赤ん坊の泣き声、年齢も性別も様々な人の声が聞こえるも、何を言っているかまでは聞き取れません。世間話のようにも聞こえますし、怒っているような気もします。笑い声や泣き声もあって、
まるで声の洪水のようです。あまりの状況に耐えられず、私は早々に帰ることにしました。友人の家を離れると、声も聞こえなくなりました。私は自分の指が震えているのに気づき、どうやら思っていた以上の恐怖を感じていたようです。それからしばらくは、またあの声が耳に入るような気がして、落ち着きませんでした。友人はやつれたような表情をしていました。もしかすると、彼女は何か影響を受けているのでは、と思ったものの、何も感じず、一軒家を借りて喜んでいる彼女に、何と言えばよいのでしょうか。こんな話をして、困らせていいのだろうかと考えてしまいます。声を聞いたのは私だけ。彼女にそのことを話しても納得はしてくれなかったから。私は何日も悩みましたが、やはり放っていくことはできませんでした。一ヶ月後ぐらいに私は彼女へ電話で全てを話しました。すると驚くことに彼女は、やっぱりと言ったのです。実は彼女自身と家族の異変にうすうす気づいていたのだとか、疲れやすくなり、何をするにも億劫に沈んだ気持ちになる。おまけに、生後間もない子供の夜泣きが引っ越してからひどく悩まされていたそうです。その後、夫へ相談したらまた引っ越すかという話がまとまったようで、私はほっとしました。次に引っ越し祝いを持って私を迎えてくれたのは、以前の明るさを取り戻した友人の笑顔でした。今度は墓地のない住宅街です。安さに惹かれてのあまり無頓着な引っ越しは気をつけた方が良いのかもしれません。何年か前、夜中に体調不良となった私は、吐き気でトイレから出られなくなるという事態に見舞われました。朝方には体調が戻ったのですが、微熱があったため、仕事を休んで病院に行くことにしました。血液を採取して診察が終わり、あとは結果を待つのみ。まあ、あとは薬をもらってすぐ帰れるんだろうな、と思っていたのですが。これは入院ですね。え？入院ですか？私は耳を疑いました。診断結果は胃腸炎でしたが、血液の炎症値が高すぎるとのことで、まさかの入院治療となってしまったのです。入院はしたくないと交渉をしましたが、聞き入れてもらえず、人生初の入院をする羽目になりました。急な入院だったために、ベッドも空いておらず、少し離れた個室が私の部屋です。ちょっと離れるけど、何かあったら呼んでもらえればすぐ来ますので。元気な看護師さんに部屋を案内されて入院生活が始まりました。それにしてもやることがない。食事は絶食治療のためなし。常に点滴をしているので、何をするにも億劫です。突然の入院でしたから、暇を潰す準備もしていません。私はとにかく寝て時間を過ごすことにしました。夜中ふと目が覚めた私を促したのはトイレでした。用を済ませて手を洗っていると、不意に後ろから声をかけられました。調子はどうだい？びっくりして振り返ると、そこには痩せた60代ぐらいの男性が立っていました。ああ、
あまり良くないみたいで、食事ができないんですよ。そう答えると、男性は嬉しそうに笑みを浮かべ、トイレから出て行ってしまいました。一体、何なんだろう。とは思いましたが、私も部屋へ戻って、再び眠りにつきました。その男性とはその後も、廊下でちょくちょく出会ったのですが、何かがおかしいです。相手を私に対して調子はどうだいと尋ね、私が答えると笑いながら帰るのですが、それだけなんです。こちらとしては世間話でもしようかと試みるのですが、話しかけても無視して帰るので会話が成り立ちません。会話する気がないのなら、なぜ話しかけてくるのか。入院生活3日目で、私の点滴が外れて、食事が提供されました。食事とは言っても、ご飯はでんぷんのりのような、ドロドロとした液体と、薄い具なしの味噌汁、それだけ。それでも、味覚を刺激され、食べ物のありがたみをしみじみと感じます。その夜、トイレに行くとまた男性と遭遇しました。やはりまた、調子はどうだい?と一方的に質問してきます。私は、その方の態度への不満と食事ができるようになった嬉しさも相まって、こう答えました。おかげさまで、やっと点滴が取れました。食事もできるようになって、あとは退院するだけですね。すると男性は私の返事を聞いた途端、がっかりした表情をしたのです。普通なら、礼儀でも他人の回復を喜ぶべきだと思うのですが、不快に思った私は何も言い出せないほどあからさまに落胆しています。その様子に、私はかける言葉もありません。男性はとぼとぼと部屋を戻っていってしまいました。それからは男性と出会って調子はどうだいと尋ねられることはありませんでした。食事も次第に普通に戻ってきた私は散歩がてら病院内を歩くことを心がけていました。広い病院とはいえ自分のいるフロアに飽きた私は他の階へ足も運んでみます。うろうろしていると、ストレッチャーに患者が乗せられて移動している場面に遭遇しました。これからお風呂ですよ。さっぱりしましょうね。看護師さんの会話から推測するに、これから入浴にでも行くのでしょうか。患者さんの方はというと、寝たきりで全く反応がありません。私は廊下の端へ移動し、邪魔にならないようにと配慮をします。そしてすれ違う瞬間、患者さんの顔を見て私はぎょっとしました。その患者さんは私に調子はどうだいと尋ねていたあの男でした。その足で私はナースステーションへ向かい、よくないと思いながらも気になっていることを尋ねました。今、寝たまま運ばれた患者さんはどういったご病気なのですか?ああ、ごめんなさいね。そういったプライベートなことは答えられないんですよ。ですよね。私、下の階で入院してるものなんですけど、よくあの人から声をかけられて、すごく気になっていたのですみません。私がそう言った瞬間、変な空気になって、看護師さんたちが顔を見合わせます。そして一人の看護師さんが、え?見間違いじゃないですか。あの方はずっと寝たきりで意識もなく、歩けたとしたら家族の方が泣いて喜びますよ。というではありませんか。私が退院してから今のところは大病もなく健康に過ごしています。寝たきりの男性はその後どうなったのでしょうか。気がかりではありますが、赤の他人である私では詮索もできません。
私へ声をかけた男性は一体何だったのでしょうか。あの嬉しそうな笑みとがっかりした姿を思い出すと複雑な心境になります。私の父方の実家は人里離れた山中にあり、祖父母が暮らしていました。祖父は石屋と呼ばれる仕事をしていて、村の墓石や石碑すべて祖父が作ったものだと聞いています。祖父は自分の腕をとても自慢に思っていたようで、遊びに来た私たちをよく散歩に連れ出しては作品を見せて回っていました。中学校の夏休みに久しぶりに祖父母のところへ帰省した時のことです。家の離れに新聞が敷いており、その上に見慣れない小さなお地蔵さんが置かれておりました。私が祖母にこのお地蔵さんは何かと尋ねると、村の商工会議所の近くにあるお社の中にあったお地蔵さんなんだそうです。村の高齢化に伴い管理がまともにされていなかったせいか、確認しようとした際にお地蔵さんの腕が割れてしまい、それを見た祖父が修理のために許可を取って自宅に持って帰ってきたとのことでした。私は祖父の仕事を見たことがなかったので、その様子に興味津々となり離れへ入り入り浸りました。祖父はお地蔵さんを丁寧に乾いた布で拭き上げ、欠けた破片も同じように丁寧にきれいにしていきます。お地蔵さんの左腕はすでに欠け地面に落ち、右腕にもひびが入って今にも取れそうな気配です。右腕を補強するか。そう言って祖父は接着剤のようなものを作り、それを塗ろうとお地蔵さんを持ち上げた時です。ビシッという音とともにお地蔵さんの腕が取れてしまいました。思ったよりも痛みが激しいからセメントで固めた方が良いとのことで、そこで作業は終わりました。その日の夜から祖父の様子がおかしくなりました。ずっと右肩が凝ると言い出し、違和感を感じるのか常に右肩を回しています。肩が凝ったなんてセリフは祖父から初めて聞いたと祖母は言っていました。次の日に祖父の様子がさらにおかしくなりました。右腕の感覚に違和感があり、動かしづらいとのことです。心配した父が祖父を病院に連れて行き、いろいろな検査をしてもらいましたが、異常は見つかりません。しかし、その後悪化し、とうとう祖父は右手の指先までしびれて動かせなくなりました。さすがに明らかな異常があるということで、再び病院で脳梗塞の可能性なども含めて検査してもらいましたが、それでも異常なし。祖父がそんな調子でしたので、お地蔵さんはすっかり忘れられていましたが、数日経った頃、祖父がお地蔵さんをそのまんまにしておくのはかわいそうだと言い始めます。仕方がないので、私と父が祖父から指示を受けながらお地蔵さんを修理しました。お地蔵さんの取れていた腕はきちんとつき、元の形になったので元のお社に返しました。するとその日の夜から祖父の腕が何事もなかったかのように治り、動くようになったのです。私たちは驚き、祖父の右腕の異常はお地蔵さんのたたりが原因なのではと話題になりました。お地蔵さんが祖父の行為を勘違いし、傷つけられたと勘違いしたのではないかというわけです。その後きちんと修理して元に戻した結果、お地蔵さんの怒りも解けたとのことだと思います。あくまで憶測でしかありませんが、そうとでも考えなければ祖父の異常は説明がつきません。この出来事以来、なんとなく
私はお地蔵さんが怖いと感じています。ある町に住んでいた K さん仮名という一人暮らしのおばさんが亡くなった。身寄りのなかった K さんは近くのお寺の無縁仏に葬られたが、生前は誰にでも親切な世話好きのおばさんで、近所では評判が良かった。そのため亡くなってからしばらくしても故人を尊ぶ話が絶えなかったそうだ。しかし人の噂も七十五日と言われる通り、次第に K さんのことを忘れられ話題にも上がらなくなった。ある日同じ中学校に通う女子中学生3人が集まって勉強をしていた。そこで雑談として通学途中に財布をなくした時、たまたまその財布を拾ってくれた K さんが財布の中のものを手がかりにして女子中学生のもとへ無事に財布を送り届けてくれたことがあったと話していた。 K のおばあちゃんのおかげで助かったね。当時の思い出を思い出しながら話していると、どこからともなく、だったら私も助けてと震えるような声が聞こえてきたというのである。その声を聞いた3人は、え、何か聞こえた、誰、助けてって言ったよとパニックに陥った。財布を拾った K さんに女子中学生は、もしかして K のおばあちゃんと尋ねてみると、今度は部屋のドアが2階ノックされた。3人はキャーと叫んで、恐怖のあまりお互い抱き合った。恐る恐るドアを開けてみたが、そこには誰もいなかった。この恐怖体験は女子中学生の親を介し噂として広まった。 K のおばあちゃんの世話になったと言うと、だったら私も助けてと聞こえるとか、 K のおばあちゃんと呼びかけると部屋の戸にノックが返ってくるという噂の内容と同じ体験が起こると、さらに広まっていった。 K のおばあちゃんの不思議な現象は、おばあさんに親切にされたり世話になったりした人が行うと起こったため、近所では不思議な話から恐怖話へと変わっていったそうだ。善人として有名だったはずの K さんが、次第に人々を怖がらせるお化けのような存在になっていく。この噂の元となった女子中学生の親に警察官の H がいた。H の周囲から事情聴取を頼まれ、どうにかできるとも思えなかったが、しぶしぶ取り組むことにした。生前 K のおばあさんと関わりがなかった H は、まず K さんがどのような人物だったのかを調べた。K さんの死因は溺死だ。不審な点はなく、入浴中に突然意識を失って溺れたのであろうとされている。今の土地には、比較的最近になって引っ越してきて、親族はすべて他界していたそうだが、息子さんもいたようだ。K さんの遺品は警察に保管されていたが、その中には何冊か日記らしきものが残されており、誰にいつどこでどんな親切をしたかが事細かに記されていた。例えば、女子中学生へ K おばあちゃんが財布を届けた日、こう書かれている。午前何時何分、バツ駅にて財布を拾う。財布の中身から住所、丸市四角区、バツ町、何の何、訪問。午後何時何分、母親へ財布を返却。その後、帰宅した娘から直接お礼をいただく。午後何時何分、言葉のみで物品はなし。K さんはどんな気持ちで他人に優しくしていたのか。親切だと評判だった K さんが、自分自身他人から優しくされたことはあっただろうか。日記にはところどころ文句があった。いつかきっと自分に帰ってくる。 K さんは
優しさは報われたのだろうかと考えると、何とも言えない無力感が残る。結局 K さんは孤独の最後を迎えて、無縁仏として扱われている。そして、私も助けてとは一体どういう意味なのか。何もわからないまま、やがて怪も自然に収束へ向かい、二度とそのような現象が起こることはなかった。